いや、スピードオーバーのメーターのさ、ピカ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 光るのもうぜえよな、あれ。線抜くかな、線。線。前開けら、ね、抜けんだよな。6本ぐらいあるから、1本抜きゃいいだけなんだよな。じゃ、マジで。あれ、30キロ超えたらもうなるんだよ。31キロぐらいでもなるんだよ、あれ。ピカピカピカ、うるせえんだよ。若干反射するんだよな。大変だよ、本当に。ムーラいらっしゃい。ガムテープ？いや、テープは嫌だよな。テープはちょっと。そこ徐行なのに30キロ出すなっちゅう出てくる。でも徐行どころ30キロは走れねえよな。さすがに。まあ20ぐらいとか、そんぐらいかもしれないけど。いや、ほんとうるさいよな。もう。絶対これ125とかさ、400とか残ってもさ、やるぜ。なんかしら。何これ？スジ彫りの親分じゃないよ。スジ彫り。何？トムって何？スジ彫りファンになっちゃったの？ついに。香川の？見たか見てないか？ 8 月の3日って、だって今日あげたんでしょ？まだ207回しか再生数ないじゃん。心臓から飛ぶでしょ。ってやっぱりバカなんでね、やっぱり筋森くんって。なんかね、よう言うと、こいつが簡単に言うよ。もう前半見たんだけど分かったけど、香川が突っ込みたいことって。俺が盗撮された自分に向けて写真を撮られた写真と、僕が生放送で真正面を写しながら放送をしているの。そんで僕の生放送やってるのを盗撮だって、こいつは許可を取ってないから盗撮だろうって言ってるけど、お前盗撮の意味分かってる？香川くん。だからさ、筋彫りって頭悪いのよ。筋彫りくん、盗撮って盗み取ることだぞ。人にわからないように盗み取ること。こっそりとね。あんな堂々とやってて盗撮なんてね、言われるわけないだろ。お前さ、ビデオカメラでさ、な、こうやって撮影してる人盗撮って言われるか？バカ！大丈夫か？筋彫り。なあ、いろいろ入れろよ。バカなんじゃないの？お前、盗撮の案件ってどういうことが盗撮なのか？俺だけ映してピンポイントで狙ってんの？盗撮だろ？黙って撮ってな、黙って隠し撮りしてんだから。俺は黙って隠し撮りしてねえだろうが。バカ。ドラレコと変わんねえだろうが。アホ。筋彫り、な、叩くにしても、きちんと叩け。な？知恵遅れじゃねえんだから、知恵遅れ。わかるか？お前知恵遅れじゃないだろ？ただの筋彫りだろ？知恵遅れじゃねえんだから、叩くんだったら、ちゃんと叩こうよ、指摘しようよ。何言ってんだ、こいつ。汚ねえね。ただのデブが。ね？田舎袋のくせして。って思われるよ、あの動画見て。恥ずかしいから消しとけ。頭悪いよ、あいつ。
盗撮の意味がわかんない。許可を取、許可を取れば盗撮じゃない。許可を、と、許可を取らなければ盗撮だっていう考えでしょ。バカだろ、あいつ。そう、あいつバカなんだろ。田舎ぼくろ。本当に。なんか賢いふりしてね。なんてこと言え、あるのいえ、いえいえって話してるけど。バカすぎる。もう少し、勉強した方がいいのかな。勉強した方がいいかもしれないね。そう、許可を、俺はね、別に不特、俺はね、誰かを特定してね、ちなみに盗撮というのは、誰かを、固定の人間を狙って、盗み取ることを盗撮って言うんだよ。俺、不特定多数にあんなに堂々とこうやって携帯電話こうやって置いて、撮影してるだけで、そんなもん盗撮になるわけがねえだろ、お前。バカやろ。警察、大体さ、俺さ、バイクさ、これやられた時に警察来てさ、何やってるんですかって言って、これ生放送で実はやってるんですよ、こうやって走りながらバイクで撮ってるんですよ。あ、それ盗撮ですね。警察注意しましたか？バカ。盗撮は犯罪です、香川くん。問題外ですよ。せっかく許して。すぎるね。お前もやって、だいたい香川くんさ、自分でもやってるでしょ。お前だってバイク配信やってただろうが。じゃあお前は盗撮行為をやってたのかな。お前もバイク配信をやっていたでしょ。忘れたとは言わせないよ。デブカブとか行ってやってたでしょうよ。ゴールドいらっしゃい。バカなんじゃないの？じゃあお前盗撮犯なんだ。バカだな、本当に。どん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 、やっぱ俺よりバカになってしまったんだな、あのデブ。賢さがなくなってしまったな。盗撮に当てはまる案件っていうのをきちんと調べないとさ、東京都の迷惑防止条例とか。盗撮魔香川くんだ。そうなんだね。ってことはだよ、確かさ、香川くんのお店って、店で配信してない？あれ。たまーにさ、カウンター側で客映るときあるじゃん。お前のお店って何？盗撮のお店なの？怖いお店だね。お前のお店。あの店って盗撮されんだ。恐ろしや、恐ろしやだよ。盗撮バーじゃないの、盗撮バー、ミサト。盗撮バー。怖いね、マジで。気をつけようぜ。あの店、香川パンツ盗んでパンツ買いでそうだよ、本当に。バカすぎんだろ香川。もうちょっとさ、なんかあんなんじゃさ、見る人もしかしたらいるのかもしれないけどさ、あんなの鵜呑みにするやついねえぞ。俺のことを嫌いな奴らがね、お前に乗っかってるだけだろ、バカ。お前の頭の悪さなんか、な、俺のアンチも気づいてるよ、な。ただ、俺のこと嫌いだからお前のことを応援してるだけでしょうよ。ただ、お前が賢くないってのはもう分かってるよ、みんな。俺のアンチもそこまでバカじゃないよ。
おめえはな、おめえは盗撮どころかよ、な、自分のよ、当時付き合ってた女にションベンかけてたんだろう。お前、ションベン小僧か、お前は。なあ。ションベン小僧でさえ、人にな、ションベンかけねえぞ、お前。ああ、気持ち悪い。自分の M タンってね、過去付き合ってた女にいんだけど、それにね、ションベンかけてたの。ああ、ションベン小僧だから。田舎ぼくる野郎が。気持ち悪い。香川に期待してるアンチなんていない？M16。期待はしてないけど、じゃあどんな感じなの？俺のことをあんまよく思ってない嫌いだから、まあ一応香川に加担するだけであって、うん、面白おかしく加担するだけであって、期待はしてないんだ。微熱いらっしゃい。気持ち悪いなあいつ、さすがだよ、さすがだよ。なんかこのふわっつのランキング1位になって泣いちゃうぐらいだからな。全然疲れてない、全然疲れてないですね。まあね、俺別にさ、香川にさ、喧嘩売る気もないしさ、別にさ、香川のことギャー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 やるつもりもないけど、お前がどんどん出してくれよ。お前のさ、その薄っぺらいさ、脳みそで得たな、YouTube の動画なんか、すぐ論破だよ、お前。冗談なくね。バカすぎんだよ。お前って。だからいつまでもかそってんだよ。学べ。なんか香川がね、YouTube そういえば収益化されたらしいよ。そうだ、俺、リスナーから聞いたんだよ。香川のなんか YouTube 動画収益されたらしいの。だから俺ちょっと、少し時間できたら、香川の YouTube 収益された、チャンネルがどれかわかんないけど、俺の動画とか無断で上げてんで、それのね、関連動画でこうやってチャンネル作ってるだけですって言って通報しようかと思って。香川隆一だから隆二だかわかんないけど、ぶっ潰すと思って。マジで。面白くやりゃいいのにな、面白く。人を不愉快にせずな。面白くやりゃいいのに、自分らの仲間じゃないけど。本当に。バカなんだ。まあしゃあないね、本当に。まあでも香川の名前なんか出るなんて俺とうなちゃんまんの放送ぐらいだぜ。多分聞かねえもん、忘れてんだろもうみんな香川のこと。閲覧稼げると思ってる、千代くれ。まあ、俺はレジェンドじゃないけど、まあ、香川くんよりはね、実際、ゆいがんちから香川って中途半端な情報でも思い込んで分け分ける。そうだろうね。自分で調べることをしないしね。自分で調べないから、アンチが言った情報とか全部鵜呑みにするから、それを垂れ流してくれるだけでしょ。まあいいんじゃない？まあ消えてる配信者だから。今日月いらっしゃい。もう消えてる配信者だろ。まあ、配信者でもないよ。おお、今日は23時41分。赤空ソルダーロっていらっしゃい。誰ですか？その人は。香川？もう、どうでもいいでしょう。香川は気持ち悪いだけだから。そんで、そうだ。本当に消える？もう消えてんじゃないの？ドム。リスナーに消えるし。俺からすれば、俺に香川ちょっかいかけてくるから、ね。
そのトムみたいな、な、あの、こいつも気違いだからさ、トムみたいな気違いがここでね、香川の YouTube 貼って、こうやって来るじゃん。それぐらいのだけだって、そうじゃなかったら消えてるでしょ、もう。別に俺にちょっかいかけてこなければね、ギャー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 なんか YouTube 上げたりとか、トムみたいな変なバカが、気違いがね、こう YouTube の香川のやつのネタ持ってこなければ、香川なんて消えてるでしょうよ。たまじらっしゃい。いるのかいないのかわかんないでしょ、あんなの。マジで。俺、香川のリスナー相当あれだからね、香川と絡みがあるリスナーと思われるリスナー全員ツイッター切ってるからね、俺は。フォロー外してる。ちなみに俺前までね、リスナーさんと会ってた人いるんだけど、その人も香川のリスナーでもあるのよ。俺その人とも会ってないからね。いや、徹底的に。香川は動画ばっかりで生放送もやらなくなってパトロイヤーリスナーも言ってる。俺その香川のリスナーさんであって、その香川の店で一日店長をやるきっかけになった人いるんだけど、そのお金とか出してくれてね、その領収を出してくれた人とかいるけど、俺あれだからね、あのこの前会う、あのそのこっちに近くにいるから、その行きますって来たけど、俺会わなかったからね。徹底するから本当に、完全に切ることだよ、香川みたいな嫌がらせをやるやつは。ただ単にね、こっちの、俺が30万借りてもいねえのに30万借りたみたいな言い振り回ってるバカだろ。そんなのリスナーも同罪だから、俺からすりゃ。しかも仲いい人間だから完全に切らないと許さねえよ、俺は。そんなもんだね。まあ、香川は、まあ、一部でしょ、だって。パトロンはリスナーも減ってるって、リスナーは少ないわけだし、パトロンなんてビビたるもんのリスナーが一部投げてるだけでしょ。あの、花子みたいなさ、不倫女だろ。ミズニャンと不倫してたからさ、結婚してにも変わらず、ミズニャンと付き合ってたんだから。パコパコやってたんだからさ、不倫女じゃん。ああいう女しかつく、ね、ああいう女が金出してるだけでしょ。ほんと迷惑しかねえよ。いや、だって、香川はね、ほんとね、ね、香川の店で一日店長で働いた分のお金俺もらったけど、俺その分香川の店に5万円渡してるからね、俺は。香川に。開店祝いで5万円を先に渡してんだから。その上で、香川のところの一日店長だったら売り上げを俺はもらってるだけだから、はっきり言ってトントンなんだよ。俺はゼロなんだから、あそこの店。働いた金5万ぐらいで、働いて利益になったのは5万ぐらいだから、香川に最初に5万渡してるから。で、ちびぴよとか2万渡してるでしょ、感謝されてもいいぐらいだわ。ああいうクソやろ。香川プロって会社儲かってるのかな、今からなんかやろうとしてんじゃない、今から。成功しないでしょ、バカだから。周りの協力があったって無理でしょ。そういえば他の配信者たちが香川たちに寄ってくるかっつったら、大阪のバカ、会社の、香川の店で働いてるような奴らだけでしょ。いいよ、使われても終わりだよ。そりゃそうでしょ。だって時給でも何でもないんだよ、香川の店って。そもそも。おごってもらった分が自分の懐に入るっていうだけだよ。バカな店ねえだろ。ふみいらっしゃい。さらやていらっしゃい。そう、岩渡してるよ、俺。5万。5万渡して、岩渡して、で、1日でちゃった分の売り上げ折半だから、確か、折半だかなんかで、で、折半分もらって、確かそれ5万ぐらい。まあ、ああいうやつなんだよ、ああいうやつ。まあ、小銭稼いでろ。誰にも相手されねえだけだから。よっさんとかもそうだし、な、石川とかもそうだけど、みんな香川しつこすぎ、しつこいな、しつこいなって言ってっから。マジで。バカなだけだよ。まあ、粘着したのはあれなんじゃない、俺が YouTube の香川の動画に協力しなかったからじゃねえの。俺、ああいうバカ好きじゃねえんだ。あれぐらいのレベルの人間に使われないだろ、俺は。もっと賢い人間に使われるわ。いいよ。俺は別にね、トップで走っていくつもりもないし、誰かを使うタイプじゃないから、俺は。2番手、3番手で動くタイプだから。
だから、俺はね、別に誰かに協力できることがあれば、誰かがトップになって協力することあるよ。でも、香川みたいなバカ相手についてくほどバカじゃないよ。うん、ついていかないでしょ。あんなバカついてたら、友達俺だよ、うん。トップがどうしようもねえと。ハスキャラみたいな。ひでえなぁ。うな、ああ、まあ、香川で、ね、馬鹿してんだから少年だよ、うなのこと。恩義ないだろ。うん。でも、そこまで恩義はね、そんなもんあるわけないね。筋盛りで程度でね、止まってるような人間が恩義なんかねえよ、そもそも。まあ、所詮は敵や不正よ、敵や不正。うん、反社会。